それ何読んでるんですか？ついに届いたんですよ、ハーバリウム設計図。いやこれ本当にいい、すごい。ハーバリウムの本正直あんまり出てないんですけど、いやいきなり出たのがこれっていうのはね、他の人出せないです。これで、これ川島さんが、書いたハーバリウム設計図なんですけど、まずもう表紙やばくないですか？もうおしゃれ。これなんかウイスキーのボトルにハーバリウム入ってるんですか、奥の？ああそうですね、これウイスキーのボトル型のハーバリウムの瓶も一応あります。そのレベルでなんか違いますね、表紙から。そうなんですよ、もう表紙から違う。で本当にね、一つ一つのデザインがすごい素晴らしいんですけれども、その本当に例えばこの瓶どうやって作ったか、こっちのデザインはどうやって作ったかっていうのが一つ一つ丁寧に書いてあって、もうこれ川島さんの頭の中を覗ける一冊になってます。でさらにこれビビるのが1900円、プラス税。安い。めちゃくちゃ安い。しかもアマゾンでポチで、僕予約してるって前言ってたんですけど、予約というか購入ボタン押されてなかったみたいで、来てなかっただけで、注文したらちゃんと1日で届きました。なのでね、本当に本当におすすめ、これお店に置いて今日早速置いてみたんですけど、お客さんの反応がすごい良かった。で私も作りたい。で作る時にこういうデザインだったらこういう入れ方するといいですよって、その説明もしやすい。いやもうこの一冊でもう全てが OK ですね。で僕も改めて見て、あ確かにこの道具あるといいなって思ったのが、まずじょうろとお花を入れるその器みたいの、やっぱり混ざっちゃったり、あと見栄えが良くない。せっかく綺麗なものを作ってるのにこうやって散らかしながらやっちゃったりだとか、それこそ箱ごとやったりしてると、やっぱりその箱が、やっぱりその箱にしまったりだとかっていうので、ちょっと見栄えが良くないっていうところで、やっぱりそういうね、受け皿みたいのもちょっとおしゃれなやつ用意してた方が便利なんだなっていう、そういう細かいところまで気づかせてくれる。なのでね、本当にこれハーバリウム作家、ハーバリウムの先生にぜひ見てもらいたい。もう今までのハーバリウムのその概念が変わる。概念でいいの？概念ですね。はい、はい、本当に変わる。ね、まあ、詳しくは概要欄の方に貼っておきますので、そちらの方をチェックしてみてください。この川島さんの本ハーバリウム設計図いいと思いましたらグッドボタン、この動画じゃないですよ、このハーバリウム設計図がいいと思ったらグッドボタン、そしてまだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。でね、こうやって作家さんね、川島さんはやっぱり僕の先輩で、ハーバリウムを教えてくれた方っていうのもあって、ちょっとひいき目に紹介してるんですけれども、いやほんとひいきなしで本当にデザインはすごいんで、でね、もしハーバリウムを決定戦とかも今後やっていきますので、興味のあるハーバリウム作家さん、こうやってね、紹介もどんどんしていきますので、興味があったらご連絡の方よろしくお願いします。河合さん、これやばい。何かありました？やばい、あ、撮ってる？まだ撮ってます。ああ、じゃあちょっと中身見せらんないんですけど、はいはい、すごい最後のページにこれタグがいろんな素材が書いてあるんですよ。タグ、あ、ハーバリウムにつける用の、うん、最初これ見た時に、はい、やっぱりハーバリウムってタグとかだと邪魔しないんですよ、そのお花がやっぱり綺麗なので、それを見せるために、でそのタグいいのないかなって思ってたんですけど、最後のページにバーってデザインがあって、で、はいはい、それがなんか切り取って使うのかな、この本もったいないなって思ってたら、ダウンロードできるんですよ、この素材を。でそのタグのテンプレートデータを、はい、ダウンロードできる。そう、これすごいっすね。なので自分の好きな、例えば和紙っぽいやつとか、なんかちょっと厚めの、木っぽいやつとか、そういうので自分のオリジナルタグが作れるっていう。やばいね、それで1900円。安い。安サインもらおう、これそれももらいに行きましょう。行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。
Thank you.